そんな経験ありませんか印をつけたまま全部上位に来てるのになぜか馬券が当たらないもしこの経験がなければこの動画は見ないでくださいでそれでも見てくださったあなただけに今回お話をしていきます今回実践した人の87.3%が立て目を解消できた そんな、やばい真相をお話します、えー。今回の内容、理解していれば、あなたは、手目、もしくは、指示層をつけたまま全部馬券に、馬券に絡んで馬が全部上位に来てるのになんでか馬券は当たってないと。そんな事態から抜け出すことができます。でも今回の内容、えー、実践しなかった人はですね、レースが終わった後に、ボッツにしときてよかったなと、そんな風に、えー、ただブツブツ言って同じ、 えこ、ー、今回ばかりを繰り返す、そんな試合になってしまいます。まあ、そのなるために知っておくべきなのが、今回の、要です。なぜ、印をつけたまま全部上に来てるのに、剣が当たらないという事態が起こるのか。ここにはある理由があります。あらかじめ言っておくと、それはあなた以外のところにある理由です。あなたは何も悪くないです。はい、その理由とは何なのかというと、 それはですね、無意識のうちにリスクがある馬、買うにおいてリスクがある馬を無意識に選んだまう、そんな癖がついてるんですね。はい。本当は買ってはいけない馬なのに、買うのには重大なリスクがあるのにも変わらず、そんな馬を無意識に買わされるような形になっちゃってるんです。はい。 壊されているとはどういうことかこれはですね、例えばあなたはこんな言葉を耳にしたことはないでしょうかエヴァ新聞や、他のメディアで、やってみないとわからない部分はあるが、おそらく大丈夫だろうと。おそらく壊してくれると思うと。例えばですね、初めての距離だが、能力で壊してくれると思うと。もしくは、確かに過去,は残過去には惨敗しているが、 その時とは馬が違うと、その時とは状態が違う。そんな風に言ってそのコメントを信じる、そして買ってしまうと。そんなことをしてないでしょうか。これだけいいなんですね。はい、ってみなければわからないが、きっと大丈夫だろうと。まあ大丈夫だろう。と、まあいいかと。まあいいか大丈夫だろうと。そんな風に、ね、そんな風な思考になって、バッを買ってしまっている。これがいけないんですね。はい これは新聞や新聞記者の言葉なのにあるので、それに無意識に洗脳されてしまってるんですね。はい。なので、これからは、例えば、初コース、初距離、初めて背負う金量、もしくは過去に3着以内になったことがない金量。はい。もしくは、今は夏なので、夏に過去に構想力がないのに、今回の夏に出走してると。そういった場合は狙わないようにしてください。 いいわまあるいは、今回走るババ状態で3着以内がないのにも、多分道割ですね。道割る実績がないのに今回道割ると。行く時に、これはリスクがあるので、えー、こういったは何かしら初めて、もしくは何かしら不安があると思った場合は、そのまま買わないようにしてください。それだけです。不安があったら買わない。フォーカ言うと、何か不安があった時に、いやでもまあ大丈夫だろうと。まあ大丈夫だろうというふうに安易に考えたばっをも買わないというふうにしてください。 最後にこれを覚えておいてください。不安があるときに、まあ、いっか。と考えるのが一番やばいと。それでは今回アイはデュエルされてました。最後まで来てくださったあなただけにお知らせです。愛されて2年と4回1350人が目からロゴといった今回のマインドありきで生きる最新の帯風化けにその全貌は、昨日きの大阪からのブログの方で明かしています。まずここで話してないかというと、とても長くなため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。 なので、えー、動画を見てくださっているのがですね、一番あなたが情報を受け取ろう受け取ろうとしてるやつで、バイケルツが今た一番頭に入るやつです。で今すぐ書きで私のメンバの動画の方をクリックしてください。それでは今回は以上、です。ありがとうございました。あかるちゃんでした。